これを切りたいと思います。今日は後ろの方をちょっと深く切りたいと思います。まず肩口のここからハサミを入れます。チョキチョキチョキ。私はだいたい1センチぐらいのところで切ることが多いです。布がよれないように丁寧にハサミを入れます。片方、反対側の肩まで来ました。後ろ深めに行きます。できました。完成です。